シュータイルは、全官の人、字は小教、西軍の人、従者で、官の元御門の重臣となった。大樹の過去を勝るに、諸教を学び、役官令となり、意思許可での議論に参加した。その後大使将風に任命され、後の元御門の学問の詩となった。王領元年、先帝の臨重に際し、外籍の文高、大使大夫、小望むの及びと、 シュータイルが共に近中に呼び出され、文高は大芝社記将軍、将望むのは前将軍鋼六君、シュータイルは鋼六大部に任命され、了承所持とされて、元御門の補佐を命じられた。将持行と、シュータイルは元御門に尊重され、古の道を引いて元御門を指導し、劉光生らを任用した。しかし、前帝の時代からの献身である。 中所官岸の広行、石剣、及び外籍の文み中と対立することとなり、初元2年に、将望むのは失脚して自殺し、周太樹は悲鳴された。翌初元3年、将持行を死なせたことを悔やんだ元三角は、周太樹を高六君に抜擢し、さらに、周太樹の弟子である、長武氏を、高六大部休治中に任命し、二人を信任した。広 石剣は二人をはばかり、残言して、シュータ太ルを、加藤大衆、長武氏を、演じ里剣令への左遷に追い込んだ。長光四年、原帝は再度シュー太マラを徴用し、シュータ太ルを、了承所持、長武氏を休治中としたが、シュータ太ルは、病気になって話すことができなくなり、長武氏は、石剣の布告を受けて、自殺に追い込まれた。剣昭和二年、 液響の大家の警府佐が新たな官僚の評価法を上層した際、登六大部となっていた、シュータイルは当初反対していたが後に賛成に回った。ありがとうございます。